おいふー、イモナレフです。今回の動画はジョジョ ASDR の対戦動画だよ。使用するのは我が魂のキャラディアボロ。お相手は黒ずくめコスのディアボロだよ。ディアボロことボスは前作で最上位クラスだった強キャラ。今作では最上位には一歩を取るものの、コンボ火力が高く比較的扱いやすい部類に入り、以前強いキャラ。1ゲージ使用のプッツンキャンセルを駆使したコンボでは、相手の体力を4割以上飛ばすことができる。ただし今作ではアシストキャラにコンボをカットしてもらうバーストが使用できるため、序盤はバーストの吐かせ合いになる。王のダズラ、早速コンボをもらってしまったズラ。しかし相手のアシストはバースト1回の上スケ。このラウンドではもう相手はバーストを使うことができない。コンボをミスってしまったが、ここから反撃開始だ。回避に失敗するとガード不能かつガイオロケのチャージと引き座を当ててコンボ開始。こちらのアシストは別ゲーでも縁のある FF を使用。ダウン追撃可能でバーストも2回使用可能。相手が瀕死になったらエクタフ発動だ。あっやべ、間違えて挑発がしちゃった。エクタフはモーション中以外の状態で相手の通常技を受けると自動で回避が可能。ただし効果時間が終わると隙が発生するため注意が必要。挑発の暴発でエクタフを無駄遣いしてしまったせいでとどめを刺し損ねた。というわけでもう一回エクタフ。エクタフ終わりの隙は技を出すとキャンセルできるもののやはり危険なので、相手が瀕死の時に使って効果時間中に終わらせるのが理想。使いこなせば相手は迂闊に攻められなくなり与えるプレッシャーは絶大。そう、使いこなせれば。まだまだ私では連動が甘く、エクタフ中ダッシュなどのモーションの隙に相手の攻撃を差し込まれたりする場面が多い。それでも相手は普段通りの攻めができなくなるため、動きが乱れてその隙に勝ちを拾える場面も割とある。それだけでもエクタフは強力な技と言える。さてお互いバーストを一回使って消耗戦。相手がコンボミスをして多少安く済んだが、起き上がりのガードに失敗して結局半分削られてしまった。よし、相手の着地に攻撃が刺さった。うわ、壁際で軸がずれて攻撃が外れた。相手が攻撃を受けると回避できるスタイリッシュガードを使ってきたが、こちらも使ってコンボ始動。こいつで終わらせる。FF との友情コンボでギリギリ削りきって勝利。それでは次の対戦行ってみよう。次のお相手は今作初登場のプロシュートアニストペッシ。ペッシが援護してくれるモードと兄貴のグレートフルデッドを切り替えて戦うスタイルのキャラだ。グレートフルデッドは発生が早くてしゃがみガードができない中段技を持っている上、当たればそこからコンボやダウン追撃まで可能。もちろん老化攻撃も可能で、1段階目はスタイリッシュガードやジェットガードで発動する回避行動が使用不能。わかんねえのか、反応に。心の奥のところで、おめえにはビビりがあんだ。さらに老化状態を重ねると次にジャンプ、最大でステップが使用不能になりほとんど動けなくなる。術中にはまると一気に持っていかれてしまう相手なので、そうなる前に攻め切るようにしていきたい。プッツンキャンセルを使ってガードされたか。投げだったら確定していたんだけど、ちと欲張ったかな。よし、指導のジャンプ中攻撃が入った。相手のバーストはギリギリクールタイム中だ。とどめだ、あがしかったけどこのまま置き攻め。よし、2回目のバーストも使ったな。エキタフを使いたいけどゲージがないからこのまま攻める。さて次のラウンドも一気に攻めていきたい。向こうに攻められるとどんどん不利になるので、相手のバーストは気にせずガンガン攻撃だ。相手がガードに失敗したらダウン追撃もしっかり刺していく。おっと危ない、兄貴の当てに技だ。あれに攻撃してしまうと一気に老化レベルをマックスにされてしまう。しかし通常攻撃はスタイリッシュガードでキャンセル可能だ。このまま一気に畳みかけて瀕死まで持っていく。最後の追い込みは挑発で1ゲージ削ってからのエクタフだ。
今作の超必殺技であるグレートヒートアタックは2ゲージ以上で当てるとダメージが増加する。しかしこうやってゲージを削っておけばもし反撃で食らってしまっても、受けるダメージを減らして相手に逆転されにくくなる。今回はじりじり間合いを詰めて投げでフィニッシュ。自分がここまでやれたこと、誇りにして死んでいくがいい。それでは最後の対戦行ってみよう。最後のお相手はポルナレフだよ。ポルナレフは長いリーチと多彩なコンボルートが特徴。コンボにつなげる中段技も持っており、防御の仕方を見誤ると華麗に切り刻まれる。ボスのチャージと引き座は見切られると反撃が確定して危険だけど、通用する相手には延々狙っていくスタイル。スプーンキャンセルでゲージを使う前に相手にバーストを吐かせられると美味しい。なかなかコンボの指導ができない。あ、まずい。すごい繋がるなポルナレフのコンボ。しかしコンボ火力はこちらが上、なんとか反撃を決めたいところだが、苦戦しているな。うお、長いリーチでバックステップを刈られた。ボスのグレートヒートアタックは当て身技。お前が立って今の命、そしてくれたもの、未来のお前自身、終わらせてやる。狙って決めるのは難しいが他のキャラのものより火力が高い。しかし惜しい、フルパワーにはゲージがほんの数ミリ足りなかった。体力は5分まで持ち込んだが、リーチの差で裁かれてしまった。ここでラウンドを取れなかったのは結構痛い。気を取り直してラウンド2。やはり攻めないことには始まらない。距離を詰めないとリーチの差で先制を取られてしまうのでとにかく距離を詰めよう。よし、相手がガードに失敗した。このまましゃがみ小攻撃で置き攻めだ。まずはバースト1回目。うわうまい。こちらのバーストは読まれてガードされてしまった。相手の小攻撃中にバーストを使うと、キャンセルでスタイリッシュガードをされて結局フルコン確定なんて場合もある。押されているので焦っているな今回。ボスはダメージ中に2ゲージ使って自力でバーストなんてこともできる。しかしコストが大きいので下手に使うと攻めに使う分がなくなるし、そのことで逆転の目がなくなる場合もある。さてようやくまともにコンボが入ったぞ。ここはきっちり決めて残り1コンボ圏内まで削りたい。コンボが決まったら置き攻め、そして見切られるまではチャージと引き座も織り込んでいく。よし、相手はバーストを使い切ったぞ。このまま一気に攻め切る。普通にダウン追撃で倒せてたのでゲージがもったいなかったけど、ラウンドを取れればそれでよし。最後のラウンドもこのまま押し切る。あ、さすがに見切られた。もうこの人には通用しないな。次からはガードされた場合違う攻め方を検討しなくては。あ、投げが空振った。今ガードの表裏が反転した瞬間だったので逆攻撃から入ればコンボに繋げられたかもしれないな。お互いなかなか有効だが入らないな。うわ、リーチの長さでバックステップを食われた。普通のキャラ相手なら抜けられていたのにポルナレフのリーチをそるべし。うおう、とうとう異能をもらってしまった。FF はクールタイム中、自分のバーストを使うか？いや、しかしまだ全然相手を削れていないのに、ここでゲージを使ってしまうとますます逆転が難しくなる。FF のクールタイムも終わったのでまだ1回はバーストが使える。相手はバーストを使い切ったし勝負はここからだ。そこだー。お前が立って今の命、そしてくれたもの、未来のお前自身、終わらせてやる。これがボスのフルパワーグレートヒートアタックだ。ポルナレフの体力はまだ7割くらいあったがフルパワーならそれすら削り切る。帝王はこのディアボロだ。依然変わりなく。とはいえ実力は相手の方が上だった。まだまだ精進あるのみ。それではご視聴ありがとうございました。
勝ったのは僕だ。君じゃない。